江戸さん、ターハン、海面制御による高機能薄膜材料創生ということで、北海道大学電子科学研究所の太田から、発表させていただきます。私どもの A03 のターハンですけれども、共同研究者として、名古屋大学の寺崎先生、それから慶応義塾大学の、斉藤先生、それぞれ、単結晶の材料合成ですとか、海面熱抵抗の解析ということで参画をしていただいております。で、私どもの班ではこの機能コアとして、原子スケールの特殊な層解明、薄膜を作るのを得意としてありますので、原子スケールで作る層の解明というのを機能コアとして、主に熱輸送とか電子輸送とかということを系統的に解明することを目的としております。で、具体的な出口としましては、熱伝変換材料の開発、それから熱の制御ですね。この2つのデバイス、ないしは材料を開発するということを目的としております。研究体制なんですけども、これ今示しているのは来年度ですね、2021年度の研究体制を示しております。で、最近、准教授の先生が決まりまして、今参加していただいてますけども、東大から、片山先生が准教授として参加してくださいます。で、それからその他、もろもろの研究室のメンバーが、来年度はこのようになっております。それから、先ほど紹介しました名古屋大学の寺崎先生、マルク単結晶の育成とか計測、それから慶応大学の斉藤先生が海面の熱抵抗のシミュレーションということで、参画していただいています。それと、もちろん国際共同研究もかなりやっておりますので、海外の、共同研究所の方々がこのように、ヘルプがほとんどですけれども、お願いしております。で、もちろん、この機能コアの新学術領域ですから、松永先生、他、先生方に、皆さんに、手伝っていただいております。特に、柴田藩の、フービン先生には、電子顕微鏡の観察で多大なるヘルプをいただいております。早速ですけれども、まず熱伝変換について、どのようなことを行ってきたかということについて、ご説明申し上げます。で、こんなことは説明をする必要はないのかもしれませんけども、熱伝変換というのは、熱を電気に変換するというか、温度差を電気に変換することを熱伝変換と言います。で、この熱伝変換なんですけれども、もちろんこういう材料というのは、変換するための効率等々が求められます。で、効率を評価するための指標として、この変換の分野ではこれしかないんですけども、性能指数 ZT という指標を持って性能が評価されます。その中身はと言いますと、 ZT はこの S で表される熱伝導とかゼベク係数と言われるものの事情と、導電率と絶対温度ですね、その使用する時の絶対温度を掛け合わせたものを熱伝導率で割った値ということで定義されています。ナトリウムとかカルシウム、ストロンチウム、バリウム、何に変えても熱伝導の事情をかける導電率、これ視力因子と呼ばれるんですけども、これはフラットです。原子量依存性を全く示さないということで、コバルト O2 層は全く変わってない。で、ただ熱伝導率はうまいこと下げられまして、これは完全に A イオンの原子量というか、AX ですね、に、完全に依存しているような格好で見えていて、重たいバリウムにしますと、カルシウムに比べれば半分以下にまで熱伝導率が下げられる。で、その結果、原子量を重たくしてバリウムにすることで、ZT が0.11、1を超えているようなものができる、0.11ですね、が室温で出てきたということになります。これも0.11も小さいじゃないかと思われる方いらっしゃるかもしれませんけども、これが過去最高の、酸化物としては過去最高の値でして、で、今後これを温度を上げていくなどして調べることによって、もっと ZT の高いものができると考えています。昨年度ですね、2019年度と今年度2020年度の論文の業績をかいつまんでご紹介しましたけども、実際にはこれぐらいのところでやっております。で、まだ連携としましては、全部フービン先生と A02 ウーハンのフービン先生との連携なんですけど、これぐらいの、連携を
行っております。まあ、こちらからサンプルを作ってお願いして、構文解の図をいただいて論文にするっていう、まあ、そういうことをずっと行っておりました。まあ、あと国際連携もやっております。で、また最近、松永先生のグループとも連携をし始めようというところで相談させていただいているところでございます。で、受賞に関しましても、学生さんたちはたくさん頑張って受賞して、来てくれました。で、以上、今日お話しした内容はこのようになっております。